ようございます。こんにちは、こんばんは。ノーサイドでございます。この番組は北海道をもっと楽しく感じることができる B 級旅バラエティーです。お会いいたし、山田大輔ともう一人この人です。そうです、私が海坊です。海坊です。ずずずどこ行った、どこに忘れてっちゃった。大きい忘れてましたね。両方に海坊です。そう、海坊さんね、おきびきびに会いました。それにしてもそろそろ私5日ぶりぐらいに戻ってきたんですよ。関東でね、埼玉県春日部市で、ジャズデイカベット音楽イベントの司会をまたね、恒例で、行ってきてきて、帰ってきたんですよ、今日この収録の日に。すごい雪降ったっていうじゃない。そうですね、ちょうどあなたは大変な中にいなかったの。見ました、ニュース全国ニュース見ましたよ。長い冬になりそうだね。金曜日、そうなんだ。皆さんもぜひ、北海道 B 級旅バラエティーにノーサイランドをお送りしております。改めて、山田です。ロケが延期となったことにより、15周年ノーサイランドミラクル大図鑑として、数々の笑いを提供したミラクルを紹介しています。今回は、我々にとって一番の思い出なんじゃないかなっていう、2011年10月の日本一の秘境へ、こぼろへ移動、これをお送りします。もちろん覚えたでは切れないですよ。ノーサイランドね、そうだね。
っても切れないという関係ですね。関係ですね。北海道阿武北海道阿武北郡豊浦町にあります。JR 北海道室蘭本線室蘭本線であります。駅である。小幌駅の小幌駅。日本一の秘境と言われているんですけれども、そのゆえんは2つの長くトンネルの間にわずかな明かり部分に位置をしており、三面が険しい坂、一面は内浦湾に接しています。そのため鉄道と船舶以外の交通手段では難しいんです。しかも一部の普通列車は通過するため停車する列車は1日に数本でありますというような場所に行ったんですね。我々山田大輔と二人が行きました2011年のことでありました。15時20分 JR 小幌駅です。その時間について列車はその後17時55分まで来て、逃げることができない空間だったわけ二人を襲う何かとは何だったんでしょうか我々はかつてキャンプ場存在したという、小幌リゾート、通称名付けられてるんですけれども、かつてはキャンプ場でした。今でも中にキャンプをしたり、あるいは魚釣りしたりっていう方もいることはいるそうです。やった後はありますよね。ですので、一般的には都会とはかけ離れた独特な雰囲気が魅力、列車がなかなか来ないので魔法でゲームをやりながら待っていたなんていう、そういう方もいることなんです。一般的なそういうこと、一般的なそういうことだ。捨て場心関係、みんな心関係、そんなことないんだ。ブログとかでね、帰ったりする方もおります。ですが我々にはなぜか小幌駅は鋭い牙を剥いてきたのです。今日お送りするのは、我々しかいない状況になってしまいました。なぜか、それまではいっぱい人がいたのに、なんか夏休み、帰ってくとこちょうどだけど、入れ違いでいなくなりました。さあどんな牙を剥いてきたか、命の危険を感じた時の人間の声を楽しみください。我々今から小室リゾートに向かいます。何落ちたんだっけな。どうしましたこれ今にも崩れそうな、もういろんな虫がいるんだよ。白い蝶々が今目の前に来たの。これやめよ。これちょっと。これはすごいよ。もう。こういうのもいるんですよ。蝶々なんだけどね。今から人が通りますからね。なんでコンクリートあるんだろう。これ何ですか、ね、人工物が結構あるのね。石大きな石もある完全にこれね、今までのノースアイランドでは今ありえなかったことが今起きております。誰かが定期的に通ってるってことですよね。見えました。看板
ねえ、千人亡き後、ねえ、千人亡き後、いや、人もね、あのこうして先ほども私ども、先ほども私ども、ね、人たちもいましたけど、人たちもいましたけど、やっぱり一つのリゾート地として、一つのリゾート地として成り立ってるとも言えると、成り立ってるとも言えると思うんですけれども、今これ思うんですけれども、今これ看板が、小幌洞窟の遺跡がこっちよ、洞窟の遺跡がこっちよ、そして何、岩屋観音もこっちよと、岩屋観音もこっちよと書いてありますね。あのただですね、あのただですね、いきなり寒くなってきました、ね、いきなり寒くなってきましたね。あの寒いですよね、あの寒いですよね、逆に今寒いですよね、逆に今寒いですよね、はい、金密漁という字も、金密漁という字も見えますね、はい、ただですね、はい、ちょっとところどころですね、ちょっとところどころですね、ペットボトルとか、ペットボトルとか、そういうのが落ちてたりするんで、そういうのが落ちてたりするんで、ちょっとその辺はね、ちょっとその来る方、来る方、人間の方、人間の方、ぜひね、ぜひね、お酒のなんか瓶かな、これ、その辺だけちょっとね、その辺だけちょっとね、マナーをぜひね、人が通りますよ、人が通りますよ、人が通りますよ、いいですか、いいですか、人が通りますよ、鈴出しますよ、鈴出しますか、鈴出ますか、鈴出ますか、鈴行きますか、鈴行きますか、鈴、それもあれですよ、それもあれですよ、持ってるだけじゃダメ、そうそう、あーザグスコ、虫が、あーザグスコ、虫が、鈴ですよ、これ鈴ですよ、これ鈴ですよ、鈴ですよ、鈴ですよ、だあーちょっと、あーちょっと、これは鈴ですよ、だ言ってばじゃないわ、鈴ですよ、だ言ってばじゃないわ、これでももう、あれでももう、だし、海も、崖だし、海も見えますな、見えますな、これ、足場が、これ足場がもう、足場がもう完全なる崖ですよ、あーこれはね、あーこれはねとりあえず笑っとけ、とりあえず笑っとけ、これ危ないわ、これ危ないわ、気をつけましょうよ、気をつけましょうよ、僕ね今ね、これだけのね、僕ね今ね、これだけの荷物を持ってきてね、荷物を持ってきてね、後悔します、すごい、ブンブン言ってた、すごい、ブンブン言ってた、なんか落ちましたよ、なんか落ちましたよ、何も落としてないですよ、めっちゃブンブン言って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 、木が、やめて、木が大木、大木、大木、めっちゃブンブン言ってる、ほんと、めっちゃブンブン言ってる、ほんと、うわぁ、ぐるぐる回ってますわ、うわぁ、そしてですよこれ、そしてですよこれ、だいぶ磯の香りが、だいぶ磯の香りが強くなってきました、強くなってきました、いやー気が折れても、いやー気が折れても、大変ですなこれ、大変ですなこれ、今道なき道を行ってますが、今道なき道を行ってますが、これラジオで伝わんのかな、これラジオで伝わんのかな、伝わんないなこの危険度、伝わんないなこの危険度、いやーもう道はないです、もう道はないです、そうですね、もうね、足がね、もうね、足がね、靴で言うと三足分ぐらい、靴で言うと三足分ぐらい、横に並べたらもうね、その横に並べたらもうね、その四足目と上側に行くと、そんぐらい狭いんです、そんぐらい狭いんです、すごいですね、うわすごい、え、あんな遠くなの、え、あんな遠くなの、10分20分って、10分20分って、苔がすごい生えてますわ、苔がすごい生えてますわ、いやノースアイランド史上、いやノースアイランド史上最大の、最大のこれ、最大のこれ、旅になりました、そうですね、ちょっ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 ちやめてもう、やめてみんないじめないで、みんないじめないで、今から人が通りますよ、今から人が通りますよ、ヨウさんこういう時はね歌を歌おう、ヨウさんこういう時はね歌を歌おう、なんなんすっけ、なんなん
なんすか我々今海に降りるために来てるんですよね。我々今海に降りるために来てるんですよね。これ大丈夫ですか？道間違ってないですよね。これ大丈夫ですか？道間違ってないですよね。間違ってないと思いますけど。間違ってないと思いますけど。改めて我々軍手で持ってきて、正解。ちょっとこれ水気をつけてね、本当に。そうですね。これは落ちたね。やします。マジで気をつけてね。何ですかこれ。何か燃やしたらですね、ここで誰か戻ってきたんですね。その後ですね、今から人間が通りますよ。山火事中。いいですか皆さん。ベアの皆様、今から人間が通りますので、ちょっと待ってて。ベアの皆様、はいよ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 はいうわっ、これ、あの岩なんですか。ここで皆さん自殺とかされね。ノーサイランド史上最も言葉にならない決まりがなります。レイボーさんです。これがレイボーさんです。我々はこれバラエティ番組なんですよ。いいもうなんか後ろになんか垂れてるのか噛まれてるのか分かんない。バラエティ番組です。なんちゅうです。バラエティじゃない。これはもうね、バラエティって言っちゃいけません。旅番組だったらホーム見て20分ぐらいで帰りますよ、これ。ダングルですよ、これ。完全に探検隊の出番ですよ。海坊主ひろし探検隊。スペシャル海坊主ひろし検体シリーズ第2弾伝説の不死鳥ハンバード応援。懐かしいですね。海坊主ひろし探検隊。私は意識的に今ね頑張ってね鈴を鳴らします。海坊主の方に聞こえないくらい。なんなら虫の分子を音がしたこれ、皆さん音声なり映像なり見て来たいと思うんですよね。コモロリゾートってすごい。私も行ってみようって思う人いるんですかね。映像を撮ることに今後悔を少ししております。ついにここまで出ましたロープ。どうするのこれ。ロープをどうしろっていうことだ。この木が折れたらこのロープの意味は細っ。今まで倒れてる木をたくさん見てきましたけど、その中でも細っ。こういうのに貼りましょうよ。登るようだよね、気をつけてね。あ、これすごいもんだって、ほら。
あーこれすごいもんだってわ。支えてる木全部細、支えてる木全部細折れてない事実がすごいわ。折れてない事実がすごいわ。逆に今ね、だいたい20分ぐらい歩いてきましたよ。今ね、だいたい20分ぐらい歩いてきましたよ。波の音も結構聞こえてきますから。ちょっと下りのロープ、ちょっと気をつけてな。これシャレならんぞ、ほんと。あーこれシャレならんぞ、ほんと。今となってはほんと軍手見つけといてよかったわ。ほんと軍手見つけといてよかったわ。無理だってロープないと。無理だってロープないと。カモさん、カモさん、カモさんね、普通ロープどっちにもかかって、ロープどっちにもかかって、なんでこれほどけてんのよ。なんでこれほどけてんのよ。今持ってたやつしてね、あのあちこちに切れたロープしてね、あのあちこちに切れたロープ、普通のロープかけとけね、これ意味ないでしょうよ。もう無理。もうついに我々にとって最後のまさに頼みの綱だった、綱がロープがなくなりまして、いやー傘持っててよかったよ。杖だよ杖。え、もう本当に坂急、ちょっとちょっとこんな中だ、危ないわ、危ないわこれ。危ねえ、アマトロープだ。アマトロープあるけど、今度のロープはちょっと太いぞ。なんかの切れてる。ロープ切れてる。もう全く意味ねえ。お願いだからロープ切れてる。いけるか。やめて。やめて。やめて。ここでやめて。やめて。ちょっと待って、無理。ノーサイランド伝説となっていますね。2011年日本一の秘境一年心へ挑むということで、まあこの時のミラクルいろいろね、いろんなことがあったんですけど、その中でやはりでも今でもすいません今でも笑えるのも海坊主さん、伝説さん、叫びです。これね、海坊主側は海側は海坊ってたんですけど、だからこの音は距離が離れて、大輔さん側の方の距離が離れてるからいい感じの声になってます。うん、僕の肉声はあんな声してないんですよ。普通の叫び声という声はあんないい感じになってないんですよ。だから響いてたね、マジで。その中でね、山とか木が生えてるところで、いい感じに反響して、僕の声じゃないんですよ。言うたら、みんなの声。野生とコラボしてる。フィッシャリング野生です。
よ、ね、僕聞くとね、蜂の音も聞こえてるんですよ。そうです、ほんとね、ほんとこの音が僕数日あった時頭から離れなかったっすね。そうなんだ、ずっとブン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 なってましたから、うんうんうん、そうなんだ、そうなんだ。あなたはね、あなたはだってもうホームでほっと座ってましたけど、ほんと1時間ぐらいずっとぐる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 回って常にブン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 なってたんですよ。ってたあのこの断末魔の先の後ですけど、断末魔の先もやりましたよ、ね、だから僕はだからからホームの向かいの反対側でね、海坊主さんが蜂を連れて歩いてるよ、歩いてるのをずっと見えたので、いいもの見ましたよ。蜂の聖者の精神ですよ。でも一匹じゃないから、あれがだからずっと恐怖症して、本当に何日間もブン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 離れなかった、離れなかった、うん、なんかもう死んだと思うし、この時、この時ねえ、よく生きて帰ってこれましたよ。いや本当今って思うんだよね、確かにね、だからそんなことは一言のブログでみんな書いてないんです。こういうのあってないです、あってない。だからむしろ逆にこっちが嘘ついてんじゃないみたいな感じになってますけど、もう僕からしてみたらみんな捨てます、みんなみんなブログ嘘つきです。だけど今これノーサイラーで聞いていらっしゃる方はもう5年も経ったということもありますが、またまた海坊主さん話を聞いちゃってって言って、話を聞いちゃってって言って、これね、これに関しては持ってないです、本当に 120% 持ってないです。他の部分に関しては、他の部分に関しては1割増しとか2割増しとか1割増しとか2割増しで話すことは結構ありますけど、これに関しては本当に 120% 持ってないし、むしろ持ってないし、むしろ小森小です、森小です、森小です、小森です、小森、小森です。この心の旅が今日聞いていただいた方だと思うんですけど、今日聞いていただいた方だと思うんですけど、私本当に怖かったっていうのは、本当に怖かったっていうのは声で少しで伝わればいいなと。本当にあれは聞いても声が聞いても声が震えてるというか怖がってる、震えてるというか怖がってる。熊とかに赤く知らないし、熊とかに赤く襲われてるし、蜂に襲われてるし、なんかよくニュースで見る山で殺されました、これで動物殺されました、出てくるような感じですから、出てくるような感じですからねえ、という本当ねえ、という本当一生思い出に残るんじゃないかなっていう、思い出に残るんじゃないかなっていう時でありましたね。ノーサイナのミクル、ノーサイナのミクル大図鑑で、次回は一体何の、次回は一体何の旅のんでしょうか、どうするんでしょうか。お相手は山田大輔に、お相手は山田大輔と、ノーサイナのまた来週です。ノーサイナのまた来週です。さようなら。